はい、というわけでね、どうも、ベッドルームのウルです。というわけでね、今回もマリオギャラクシーやっていくというわけでよろしくお願いします。さて、マリオ寝てますね。操作ほっとくとこうやってマリオ寝るんだよね。カメラが操作できないので悔やまれるな。さあ行きましょう。強制的連行。さあ、目覚めた瞬間連行されるマリオさんですね。さあ、今回のステージは一体何がベッドルームだけど、ウェンドガーデンギャラクシー。あ、これ BGM 良かった気がする。BGM 良かった気がするわ。さあ。何かな、ウィンドガーデンギャラクシーの空と風とウサギの仲間。すげえ、なんかアンパンマンのタイトルでありそうだね。やっていきましょう。さて、うわ、あ、これ覚えてる。昔これね、風の話題方全然知らなくてね、死んだ覚えあるわ、これ。死にまくった覚えある。あ、BGM いいですね、本当に。BGM 本当にいいですね。で、これ確かにふわふわそうだっけ、確か。確かにふわふわそうって名前だったはず。おい、オッケー。おー、すごい動きしたな。とりあえずスターピース開始しましょう。オッケー、スターピースも全部回収したのに、じゃあ早速やってみましょう。よう、こんにちは。あなた誰です？チコさんでしょ？これ一応。途中でふわふわやめたくなったら B でジャンプするビョン。その前の説明を聞いてないがわからん。はい、どうも、こんにちは。さあ、ふわふわそうは、ふわっ！思って、ふわふわ、はぁ！でも、ふわふわ。でも、ふわふわできるのは3回だけだビョン。つまり、風にうまく乗っていけってことに了解した。で、確かにこれやって、オッケー、これで行きましょう。さあ、これで、風にうまい具合に乗る。オッケー、こんな感じで乗って、どんどんあっち側に移動していくタイプだったような気がするぜ。さあ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 、オッケー、3回までふわふわできるんで、さあ、オッケーと、オッケー。ああ、これ B でやめるっつってない。オッケー、ありがとう。さあ、これでやめまして、さあ、この時パックンがいますね。おい、まず踏む。オッケー。まさかね、ちょっと予期せぬ倒し方だったけど、まあいいでしょう。で、これ何よ、これはなんだ、ああ、すげえ、スターピースがいっぱいなんかある。だけだったわ。さあ行きましょう。これ、といって、これ掴んで、オッケーオッケーオッケー。とりあえず風に乗って、ちょっと待って、スターピースが、おし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 、ありがとうございます。さあこれ、スターピースいろいろもらいまして、オッケー。風にとりあえず乗りつつ、オッケー。というわけで、これで B でやめる。オッケー。まあ、これを繰り返してあげるステージかな。あ、危ねえ。あいつ嫌がった。あ、パックン嫌がった。さあ、おい、パックン倒して、オッケーオッケー。どんどんスターピース回収していきましょう。痛い。おお、なんか出た。なんか出たよ。なんか出た。ツタが出たよ。ツタなんか出たけど、ちょ、これ死なない？大丈夫？平気か？おおおお、どういう挙動？で、これ何？あ、こっち側にもなんかある。こっち側にもなんかあるね。おお、ちょっと待って、早く、早くツタ出てよ。全然ツタ出ないな。そしてスターピースすごいあるな。おおっと、待って、いけ、長いな。長いな、ここ。無駄に投げや。なんだ今の通り道。ちょ、待って、なんか今いなかった？あ、こいつ、これ確かヒップドロップすると、出てくんじゃなかったかな。あ、ダメか。ある程度近づくとダメだね。この辺か。この辺がやって、あ、そうそう、これでスピンすると確か倒せるはず。そうそう。このギミックどういっかのボスに使ってるような気がするんだけど、気のせいかな。まあ、とりあえずカメラ接点変えて、オッケー、これで飛んでいきましょうか。これ飛びまして、ういからの、おー、ちょっと待って、これ絶対スターピース、オッケーオッケーオッケー。危ない。ちょっと待って、風に乗りたい、風に乗りたい。やべ、これ到着する。オッケーからの、オッケー到着。うい。で、邪魔なパックン倒しました。これ裏面なんかあると見たよ。お前かい。お前ならいいわ。オッケー、これでパックン倒して、またこれスター出たね。スター出たんで、これは、あー、これはもうとりあえずスターを行き来していけってことね。オッケー。さあ、これで、ここで、あ、多分これヒップドロップするとあいつ吹き飛ばせるんで、お前もついに吹き飛ばすと、オッケー。で、またこれパックンを倒して移動していけって感じかな。これパックン倒していきましょうか。まず踏みつけ、オッケー。おー、すごい、踏みつけ倒すと、すごい、センターまで行ってくれる。はっはっは、すごい。あ、ん？なんだこれ。あ、サンボだ。でもなんかトゲがない。柔らかいサンボだったね。あ、これ、よう、こんにちは。これ、こいつって、確か一回あれだっけ、ドカンってさせてから、踏めばいいんだっけ、踏めばいいんだっけ、うん、全然踏めねえ。からの、覚えてって、ああ、2回スピンすればいいんだ。あ、違う、これヒップドロップか。あ、オッケーオッケー、踏めばいいんだね。なるほど。よくわからんギミックのやつやで。さあ、これで行きまして。お前かーい。いや、別にいらんね。あいつは別にいらんかったね。さあ、これ裏面かということは、あ、裏面だね。なんだ、あいつ騙しだったわ。くそ、ああいう騙しがあるんだね。さあ、行きましょう。これで。くしょー、どこに行った？もうわからんわからん、もう。さっきは重力がすごい反転してる。ういひーというわけで。あ、まだ今度こそこいつだな。オッケー、これでちょっとやりまして、オッケー、これで、ういからの、踏みつければオッケー。おお、石マリオすごい挙動したな。あ、やっとスターピースだね。あー、これ多分スターリング出たんで、先進んで、多分あのウサギ捕まえろって言うんじゃバレんじゃないのこれ。絶対あのウサギ光ってんじゃん、明らかに。よう、こんにちは。何すんだい？よう。オイラを捕まえることが、できるぴょん。くそ、やはりか。やはりか。逃がさんぞ。くそ、待てや。うわ、これ長くなりそう。ちょっと待って、おお、あいつ通り抜けて、ちょっと俺通り抜けらんないのこれ。くそ、あいつ騙しやがったな。俺のこと騙しやがった、あいつ。おお、いてててて。くそ、あいつ待てや。くそ、あいつ待てや。ほんと、俺のこと煽ってやがる。くそ、逃がさねえぞ、てめえ。逃がさねえぞ、ほんとに。さあ、これこっち行きましたね。オッケーオッケー、こっち行って。こっちか。オッケー。ならこっちは幅止めに加速していくぜ。さあ、幅止めに加速からの先を見ぬる。うらうら、待て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 。うー、よし、俺。
参った！これあげるぴょん！いや、全く調子乗りやがって、本当に。あ、近いわ、出る場所。これ真逆だったら真逆に出たのが、次はこうはいかないぴょんよ、つってるわ。次はねえよ。お前に次はねえんだよ。じゃあ次のステージ見ましょう。マンモス。じゃあもう一度ウィンドウ側でギャラクシーというわけで、モグラ大将、剣山。大将。大将お会いそう。いやいや、できましょう。モグラの大将。あ、これ、ボス戦だっけ？なんか、トゲが、なんか、道に追加されてんだけど、あいつら。あ、そうだね。こいつだ。こいつがヒップドロップ先の技術掴んだね。やっていきましょう。さあ、いい BGM だよ、本当に。でも、道中まで長かった記憶なんだよな、ここ。さっさと行っちゃいましょう。さあさあ、どんどん行こう。いやね、ほんと、ここのウィンドウガードの BGM、ほんといいよね。良すぎて困るわ。さあ、これ取りますかね。OK、取ります？あ、取りましたね。OK、なんだあれ。取れってことか、もう一回。なんかいろいろ取れて言われてるね。オッケー。これと、あ、さあ、今度はあそっか。オッケー。まあ、とりあえず B でやめて、これでまたこれやって。あれは刀全部取ったらなんかあんのかな。まあ、とりあえずやってみましょうか。せっかくだし取ってみようか。これ取って、オッケー。これで刀に風乗って。ちょっと待って、これまずくない？大丈夫？やばくないこれ。おーす、これ大丈夫かな？あ、大丈夫。意外と風に乗ってくれた。あ、よかったよかったよかった。オッケー、到着。意外と近かったわ。オッケー、これで、なんだお前。なんかヒップドロップしたなんかいたわ。おー、スターリング出たわ。何もわかってなかったけど。まあいいでしょう。オッケー、スターリング。で、またこれさっきのモグラ野郎倒すってことかな？まあ、とりあえず倒していきましょうか。おい、どっこいしょからの、あ、どっこいしょ。あの、こいつはあれなんだよ。OK。あいつ早いな、ちょっと。あいつちょっと早いわ。ちょ、待て。どういうルートで行ってんの、あいつ。くそ、カメラワークが悪い。いた！うおー、ちょっとびっくりした。くそ、あいつ、許さねえ。どこ行った？ 2 匹もいんじゃん、てか。てめえ、よくもやってくれたな。OK。あと1匹。あれ、コインは？消えたんだけど。どっか行ったんだけど、コイン。俺、コインもやだで来たつもりだったんだけど、なかったわ。あ、こいつからコインもらうじゃん。OK。お前、コインくれ。OK。ありがとう。どこ、あー、オッケー、スターリング出たね。じゃあ、これコインもらいましょう。ちょっとあいつらデコボコ厄介だな。おー、何、まみりは、はっちゃけてんだ。オッケー。ウィンドガーでいい BGM だ、ほんとに。さて、これ、うわ、すごい場所、何ここ。すごいね。おー。待て、危ない。お、何今の。危ね、ここって寄り道本来できない場所だったりすんのかな。あー、なんか、いろいろなんか出たね。おー、すごい、スターピースによって道を案内されてる。これ、スターピースの案内に従った方がいいな。で、スターピースにどんどん従っていきまして。これまたこれか。で、またこれ取って。あー、で、またこれ従っていけばいいのね。なるほどね。なんか、みんなが罠なんじゃないのこれ、実は。実は罠だったりしないこれ。あー、操られたりしないこれ。いいように使われてない。大丈夫これ。あ、何もないな。何も、あ、またハテナあるね。またこれ取れってことか。取りましょうか。これ本来来ない場所でもよかったのかな。あ、そうっぽいね。じゃあこれスターリング取っていきましょうか。なんだここ。リンゴ？なんだこりゃ。花ちゃんがいるね。まあ、とりあえずちょっと、花ちゃんにヒップドロップしてみましょうか。おっこいしょと。とりあえず花ちゃんヒップドロップして踏んで、オッケー倒して、スターピースを回収。で、これ何よ？何これ？うぅー！気持ち悪い！ちょっと待って、潜んでたの？イモムシが中に。ちょ、何こいつ？気持ち悪い！何これ？ちょっとこれ、じゃあこれヒップドロップしていけばいいってことか。え、気持ち悪い！恥じしなく気持ち悪かったんだけど、今。鳥肌立ったわ。あ、また出てきた。いや、投げこいつ。イモムシの陣地をはるかに超えてる長さなんだけど。さあ、とりあえず幅飛びしまして、オッケー、幅飛び。うおー、すごい。いや、イモムシの体の重力どうなってんの？まず、イモムシの体の重力って何？危ねえ。さあ、これで、とりあえずヒップドロップします。なんか、どれかが正解なのか。いや、なんかピクピクしてる気持ち悪いなー。これか？うわ、やだ、めんどくせ。オッケー、これか？いや、めんどくせ。いや、全部外したな、俺。見事なまで。全部コケムシ、コテムシが出てきたわ。さあ、これ、オッケー。これ、岩ってどうなの？あ、避けた、見事に。すげえ。で、なんで俺、こいつの鼻の上に行かなきゃいけない？意外と可愛い顔してんな、お前。いや、やってやってるやつみたいな感じの顔してるわ。すげえ、クリマツみたいな顔してるもんね。さあ、行きましょう。この惑星もなんかある。別になんもだな。なんだ、この惑星。実は芋虫潜んでるのか。え、お、綺麗なキノコだ。あ、お前、ありがとう。あぶね、これ、峠の家絶対ぶつかったらダメージ食らうんで、オッケー、ありがとう。あいつくれるんだね。あいつはやっぱいいやつだわ。だって、なんか、うさぎくんがなんか追われてますね。大丈夫、うさぎくん。よいしょ。お、トゲゾウじゃん。こいつがモグラの大将さん。モグラ大将くん。確かこいつね、必ず出た時ヒップドロップしないとダメだって気がする。で、これで、うーんってやればオッケー。さあ、頭にトゲゾウコーラつけてますね。間違いなくワープキノコ湧いちゃう。1位の人を狙ってくる。間違いなく1位の人を蹴落としてくるね。あいつ。てか、ウサギどこ行った？あ、ウサギ木の上になんかいるわ。あいつ何してんだ？あんなとこで。てか、まずいね。これどっから来る？あいつどっから来る？来てる。さあ、これで、はい、よっこいしょーからの、オッケー。おい、待てや。おい、待てや、てめえ。どこに行くんだ？待ってよ、ほんとに。待ってよ、危ねえな。全く無駄に足早いな。ギリギリまで引きつけないとダメか。
おいおい、トゲゾーが赤くなってんじゃねえか。赤トゲゾーかい。赤トゲゾーってどういう効果だ。確定で当たんのかな。スパクラあっても当たんのかな。ありそうだね。さ、ちょっと足速くない。足速い、足速い、足速い、足速い。で、こっこいしょって言って、ん、ちょっと待って待って待って、なんだなんだなんだな。おーおーおー、からのどっこいしょからの幅飛び。ちょっと待って、あいつ意外と速いな、足。あいつ足速いな、意外と。クソやるな。もっとギリギリまで気をつけないとダメか。おー、来た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 。意外とほんとこいつ足速いな。で、これ、おっこいしょってやって、多分直線で行くんじゃないかな、こいつ。で、意外と追尾してくるな。おーおーおー、いや、あいつちょっとつもうしない。怒りで我を忘れてるわ。こっちの方が見やすい。ここら辺で逃げましょうか。ここら辺で逃げまして、ちょっと足速いな、こいつ。無駄に足速いのよ。オッケー、これでやりまして、これで、近くまでギリギリまで引き寄せる。よいしょ、オッケー。からのぼっちゅ。待って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 。バックショー、あぶねー。意外とギリギリじゃないとダメね。あ、すごい、目が白い向いてる、かわいそうに。まあ、俺やったの俺なんですけどね。お、大丈夫、ありがとう、助かったぴょん。いいってことよ。今日は最後にこの最後の1個のギャラクシー攻略して終わりましょうか。最後何、アイスボール系のギャラクシー。矛盾してる。パンクハザードみたいなもんかね。パンクハザードみたいなもんだろうね、これ。赤い犬と青キジが多分戦争したわ、これ。さあ、アイスボールゲン、ツルツルアイスマウンテン。ボルケーノどこ行った。ボルケーノ完全否定じゃねえか、これ。さあ、ツルツルアイスマウンテンとの答え。これ上に登っていけばいいのか。上に登って、あーはは、なんかいる。見た感じ、本当にザ、氷のステージだね。さあ、行きましょうか。さあ、これなんだ。あ、なんかペンギンいるじゃん。これ、確かスケートできんだっけ。そうそうそう、スケートできんだよね、ここのステージ。いいよね、これ。ん、何、おう、親父、お前もスケートの練習。いや、口悪い、お前。マリオ、もう親父呼ばわり、スーパースターぞ、こっち。だったら、オイラと競争、オイラ捕まえることができるか。やってみやろうじゃありませんか。俺のこのスケート技術舐めんなよ。行くぜ、ペンギン野郎。このペンギン野郎が、お尻ペンペーペンギンだけに言ってね。あいつ腹立つな。おいつ、とっ捕まえてやる。俺捕まえたぜ、ペンギン。いや、すごいとこ捕まえたな。オッケー、ペンギン捕まえた。やるな、親父。マリオって言え。お前ならこの先もスケートで乗り切れるかもな。いや、スケートで乗り切るって何？スケート乗り切る人生なんて、浅田真央ちゃんとかそういう羽生結弦くんぐらいしかないでしょ。だってこれで新しいエリア到着。本当につる、本当にアイスだな。ボルケーノ要素皆無だぞ。おお、なんかスターピース加工した。ありがてえ。おー、クリボーがなんか3体いる。これは来るぞ、ユーマ状態ですね。さあ行きましょう。まあ、とりあえず無視しましょう。あ、ちょっと待って、看板があるよ、もう。ここの水はチュー冷たい。落ちたらやばい。うん、すげえ、語彙力死んでる。語彙力死んでるわ、あの看板。あー、クリボー。お、てか、ここもスケートできるんか。やーぶな、ははん。なるほどね。じゃあ、ここは全部スケートできるのね。オッケー。あ、すげえ、スケートスピン。オッケー。いや、マリオ結構大胆だよね。さあ、これで。あ、すげえ、ちゃんと、アクセルする。トリプルアクセルだ。ん？お！来ちゃったか。来ちゃったか。で、こいつは確かあれなんだっけ？おー、危ねえ。そう、こいつは確かこれで、この状態で、おー、危ねえ。あ、まずい。かー！ノイズがすごい！ノイズがすごい！あっち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 ！おい、来いよ。おい。あ、ちょっと、待って、意外とスピンの判定、狭いな。オッケー。オッケーオッケーオッケー。あいつらね、あえてね、水の中にいるとね、あえて復活すんだよね。あいつら厄介なのよ。で、これ多分アイスフラワーでしょ。やったね。おお、なんとアイスマルになった。一定位置が水の上を歩ける。はっ、お、振るか。はっ、お、すげえ、スケートだって言ってるわ。おお、おお、BGM いい。おお、お、これいいね。あ、これお前邪魔。で、こいつら倒すと、これでやるとコインになるんだよね。で、これが多分今回のボスの倒し方だと思う。いや、これちょっと、鬼畜じゃない？オッケー、これ、ういっていきまして、オッケーオッケーオッケー。からの、うい、オッケー。いや、ジャンプ力ー！オッケー。これ到着できて、で、これこっちが、あーなんだ、お前だけか。だったらいいや。で、これスケートしま、これ多分スケートできるでしょ。多分このツルツルゾーンはスケートできるんで。ちょ、待って、こいつ名前なんだっけ？突き出し丼だっけ確か。こいつ突き出し丼で名前覚えてる気がする。こいつは好きだった気がする、俺。そう、あれ、マリオ64にもいた気がするね、こいつ。ちょ、待って待って、押さない押さない押さない。オッケーオッケーオッケー。いいよ。からの、うって言って、うえ、オッケー。さあ、スピンで上行きまして。だって、ここは、あ、これスターピースかな。まあ、とりあえず一回こいつ無視しといて、これで、これスターピースだ、ね、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。やめて、来ないで来ないでっつってんじゃん。危ねえな、あいつ。いや、あいつのせいでサービス全然解除できなかった。クソ、あいつ怖いな。だ、これだんだん先進んでいきまして、これなんだ、ずっと乗ってると、あ、沈むタイプ、沈むタイプのあれだ、スタンドだ。ちょ待って、沈むタイプのスタンドはまずい。オッケー。いや、これしかもあいつらはここにあんのか。つまり時間制限内に行けってことだろう。いや、これタイミングミスったか。まあ行きましょう行きましょう行きましょう。なるほど、どこでもスケートできるんだ。なるほどね。オッケー、じゃあとりあえず行きましょう。ちょ待って、あぶねえ。で、これ突き出しのあっち行ってるから、オッケー、これで行きまして、オッケー、これで上に行けばいいのかな？オッケー、上、意外と制限時間あるから、オッケー、セーフ、セーフ、おー、で、これで行って、で、多分これしゃがみジャンプで行った方がいいな。オッケー、冷静に行きましょう、オッケー。お？
いや、どういう仕組みなんだろう。体内がすげえ凍り出してるけど。まあ、多分これどっかにアイスフラワーがあるから多分取ってこいってことなんだろうね。これここか、多分ここにあると思うよ。あったね。オッケーオッケー、あったあったあった。あ、逆はここにあるね。回復があると見た。オッケー、じゃあ行きましょう。スケート、行きましょう。氷の上でツルツルスケートでででででで、いい BGM だよね。おお、落ち着け落ち着け、マリオ。オッケー、これ壁じゃん、壁じゃんからの、オッケーオッケーオッケー。さあ、これどうしてくる、なんかしてくる、なんかしてくる、なんかしてきた。オープンで、なんで今の衝撃波来た。スピン、何避けないで、うわよし、オッケー。なるほど、こんな感じでやっていけばいいのね。なるほどね、衝撃波みたいに出してくるから、それ注意していいってことね。オッケー、あーい、オッケー、からの、うっ、見事なまで引っかかっ、ういオッケー、なるほどね。なるべく結構それで着地狩り、オッケー、着地狩りね、やっていけばいいのね。オッケー、うわ、取り巻き増えた。でもこいつ絶対、あー、待って、うん、ゴリ押しの売る。オッケーオッケー、うー、ちょ、待って、うわー、待って、死んじゃう、ジャンプ、ジャンプ、死んじゃう、危ねえ、死にかけたぞ今。危ねえ、あいつにこんな苦戦するやついないでしょ。まあいいや、とりあえずアイスクラー取ってくるわ。来いや、来いよ、こっちだよ。ほい、からのほいって言って、オッケー、カナで着地返してやるよ。うらよっこい、あ、ついになんか取り巻きも死んだ。いや、危ねえ、こいつやられるのは松田山の恥だと思った。危ねえ、こんな簡単的にやられると思わないもんね。オッケー、じゃあ今回の動画みんなここまでしましょうか。じゃあ次回の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。